思いっきりもっと、はい、大丈夫大丈夫です、もっともっと、あ、マリックが来た、マリックが来た、今日は国際ダンスデー、すごい日ですね。もう社交ダンスとかね、やってらっしゃる方は今日は最高の記念日でございます。私は踊るわけじゃないですよ。本当にね、踊りだけはね、あれ手と足バラバラに動かせなきゃダメなんだよね。そりゃそうですよ。それはできないんですよね。いやいや本当にね、ダンスだけは難しいです。はい、そこで今日は私でなくて素敵なね、ダンサーを連れてきました。ダンサー、それもクラシックのダンスさせますからね。さあ、一枚のハンカチが今からバレリーナになります。皆さん見ててください。この橋をここですよ、ここを結びます。こう、ね、皆さんもハンカチがあればもう用意してね、一緒にやってください。はい、こう結ぶと両端がここに来ますね。そうですね、ね、ここをしっかり結んで下の別々の端をこう持ちます。さあ、このままくるくる回します。何ができるんでしょうかね。ここを揃えます。はい、もう出来上がりです。なんとじゃーん、バレリーナになります。見ててください、バレリーナになりましたよ。ほら、ここを中心で回すんですね。見えますね。娘は胴体ですか。娘は頭ですよ。あ、ここが胴体ですよ。どうですかこの足の長いこのバレリーナ。で、ここがくる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 。なんか惜しい感じだけはしますね。もうバレリーナと思ってみてくださいね。で、ここ引っ張るとね、くるくるこう回るんですね。ねじっておくからね。はい、バレリーナができました。はい、せっかくハンカチありますから、こっから何か面白いものを作ってみましょう。はい、ハンカチを今度は左の手の上にこう置きます。こう置きます。何になるでしょうか。端を小指と薬指の間に挟みます。こちらの足は親指と人差し指の間に出します。さあ、お子さんならもう分かると思います。ここをしっかり止めます。はい、これは何でしょう。マジックといえば、はい、ウサちゃんですね。ね、ウサちゃんか。ここに 目の白あるともう完全にウサギになりますね。はい、ちょっとお腹空いてるようですから、ウサギの大好物って何か知ってますか。人参ですね、人参。ウサギといえば人参、ちょっと食べさせてみましょうかね。あ、食べます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 。私の指まで噛んできます。おいしい、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 ほら、こんなおいしい。お、食べます、食べます。だんだんね、可愛いですよね。ウサギ飼ってらっしゃったらね、人参食べます。あっと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 、もうどんどんもっとくれって言ってますからね。これ本物の人参ですよ。これ食べる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 、食べてます、食べてます、モグも食べてます。あ、食べきったようでございます。皆さん、じゃーん、はい、完璧に食べましたね。ウサギまで消えてしまいました。あれ、ハンカチのウサギだから餌食べないと思ったら餌いるんですね。これ問題が解決しないんですけど、食べた人参はどこ行ったのか。どこ行ったんでしょうね。問題は残った人参をどうするかになっちゃってますから、ね、皆さん残った人参の使い方をお教えしましょう。
ちょっとすみません持ってていただけますか、安全ピン。はい、はい、ではいきますよ皆さん、ハンカチと安全ピン針外しててくださいね。今から私の親指を真ん中にこう置きます。これちょっと触っていただけます、私の親指ありますね。はい、こう持ってますから、あのアップしててくださいね親指。はい、すみません、ここにその安全ピンを思いっきりズボッと、ちょっと感触を味わいながら反対の手も大丈夫ですか、そちらの手で。はい、ちょっと待ってくださいね、ゆっくりお願いしますよ。爪と肉の間、いや爪と間ですよ、あそこそうこいった、はい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 、これマジックですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですこれ変なやばい、はいはい、やばい動画じゃない、はい、はい、大丈夫大丈夫です。もっともっとギュッとギュッと息、あちょっとここまで刺したしてみますか、触ってますよね、いてて、まだですよまだですよ、今感触ありましたよね、硬いですよね、はい、ちょっと今から抜いてもらいますね、ちょっと抜いていただけますか、ゆっくり抜いてくださいね、ありますよね感触。いやなんか、もう一箇所ぐらいちょっと別の角度からズボッと入れて、はい、グッ、あ、いてててて、あ、あこれ刺してる方気持ち悪いでしょ、これ同じなんですよ、なんか大丈夫、血出てない、血出てないですこれ、はい、どうぞもう一回抜いてください、抜いてください、一気にパッと抜いてください、あ、痛い、痛い、ちょっと見てみましょうね、あ大丈夫です、はい大丈夫でございました。ハンカチの中何もありません、見てください、大丈夫です。これ分かりました皆さん、これ何、いや皆さんの目の前に置いてありますけども、皆さんの目の前に種が置いてありますけども、気がつきました、これですよ、今ね刺してたのは人参なんです。これね、人参ちょっと刺してみてください、この感触自分で持っていいです、そうなんです、ちょっといいですか、人参ですか、人参、実は今私の指にあったのはここに押してたんですね、これこれがこちらの頭にあった人参の部分で、ちょうど皆さん人参を買うときに自分の親指ぐらいの太さのをちょっと探して、ね、この部分を切ってこれを左手に持っててください。はい、じゃあ今から親指の検査紙をやりますとか言ってハンカチを見せて、親指を立ててここにありますと言った時に、ハンカチの中で親指は下げて人参を出してください。でも最初その時親指でしたよ、親指、最初はこれを触らせるんですよ、あ、で安全ピンをと言って相手が安全ピンを開けてる間に、ね、ちょっとやってみましょうね、最初はまず親指を見せて触ってみてください、触りましたね、で私押さえてますからそこに安全ピンありますか、取って開いてください、この時間の間に人参とすり替えてください、何はい、で開きました、じゃあその針の方で私の指を刺してください、でこの感触いいですね、これ、これはこれいいですね、これ刺した人が一番驚きますからね、いてててていてて、と言って早く抜いてくださいって早く抜いてくださいって言って、そのまま人参とハンカチは持ってパッと出せば皆さんこっち見てますから大丈夫でした、これはいいですね、親指を下げて人参を出してください、あの笑いをね必ず入れながらやってください、ね、最後はあの人参でしたであってもいいと思いますね、こういうものは逆にね、はい、人参を見たらこのマジックを思い出していただいてはい、もうねあの友達を笑わせるつもりでね、怖がらせるんじゃなくて楽しんでやってください、本当にねあの人前でやるときこうやってやると刺してください、そのままやる人いますからね、すり替えこれ出し忘れちゃダメですよ大事故になりますね、結構よね、あのうっかりしますから、あくれぐれもあの自己責任でお願いしますね。